ヤホスクリスです。はい、今回はね、ちょっと前に太顎のねベタ慣れ動画を出したんですけど、今回はね襟巻きトカゲのまだ慣れないっていう動画ですね。まあね、太顎はね結構慣れやすいって言ったんですけど、襟巻きトカゲもねそこそこ慣れやすいとは思うんですけど、まあ入ってくるのがベビーばっかりっていうのもねあるんですけど、この子がねまだねお迎えから3ヶ月ちょっとね経ったんですけど、そんなにね慣れないっていうか、まあ、ケージの中にいるときは絶対に嫌がるって感じですね。でね、今ね絶賛ね脱皮中なんですよ。この子トトがこんな感じで背中の色がね結構白いんですけど、まあね完全に脱皮してますね。で、一昨日くらいにはね体のここら辺も脱皮してたんですけど、もうねすごいね自分で手で取ろうとしてピピピピピってね手でねカイ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 みたいな感じでやってたんで、温浴してねほとんど剥がしました。でね、こんな感じでねもうねケージの中に入ってくるものをすぐね、まああんまりね、よくは思わないですね。でね、餌をあげる時ももうこの子はちょっとねびっくりしますね。で、太顎だったらね手をね乗っけても何も思わないんですけど、この子はちょっと手を近づけるとこんな感じですぐ嫌がっちゃうんで、なかなかねまだね慣れないですね。まあ、あとは脱皮してるんでちょっと神経質になってるんで、まあそういうところもあるかもしれないんですけど、まあねまだなかなか慣れないですね。まあただね食欲はね結構あるんで、ご飯はね毎日ねしっかり食べてくれますね。生き餌だったり冷凍コオロギだったり、あとは人工飼料もね何でも食べますね。なんならねちょっと前にね小松菜見したらね食べてましたね。まあその動画もねちょっぴりね今出せたらね出しておこうと思うんですけど、なかなかね食いつきは良かったですね。なぜか、まあ、襟巻きトカゲ自体はね、別に野菜をね、取らなきゃいけないっていうことはないんで、その太顎みたいにね。なんで別に食べなくてもいいんですけど、まあ、いつかね、なんかあげてみようかなとも思いましたね。でね、今からね、デュビアが出てくるんで、閲覧注意になるかもしれないんですけど、まあ、餌あげるときはピンセットでね、あげてるんですけど、基本的にあげれるときは、こんな感じで。ね、餌にはちゃんとねご飯としてわかるんで食べてくれるんですけど、迷ってる。お、まあ動いてるものしか食べないんですよ基本的に。なんで今みたいな感じで木の上にねちょっぴりね乗せるような感覚で見せてあげないと食べてくれないですね。なんで、冷凍コオロギは置き餌じゃねなかなか食べなかったですね。あ、この子はまだね生きてるものしか食べないっていうの、あとはなぜか野菜を食べてるっていうのと人工飼料は食べるっていう。虫は生きてないとダメらしいですね。よいしょ。やばい、手で隠れて見えてないかこれ。まあちょっとね癖がありますねまだ。まだねお迎え3ヶ月だしベビーだし、あ、落としちゃった。ベビーだしっていうのもあるんで、こっからね、大人になれば結構おとなしくなれていく可能性もね、全然ありそうですね。なんでね、ピンセットがね、ご飯もらえるものっていうのは分かってるんですけど、まあね、手は絶対に嫌っていうか、顔が嫌なのか手が嫌なのかまだ分かんないですね。あんまりね、外に出すときはね、手の上で寝たときもあるんですよ。まあ、この、多分写真がね、今ね、出てると思うんですけど、また。なんで、まあね、少しずつ慣れてくれればって感じですね。大人になればね、おとなしくなる子っていうのは結構いるんで、まあ、なんでね、そうだと願いたいですね。こんな感じでね、襟をパタパタさせながら食べるんですよ。よいしょ。で、3ヶ月経って、大きくはなりましたね、やっぱり。まあ、絶賛成長期なんで、よいしょ。
すごいご飯も食べるし、糞もするしでね、毎日1回か2回糞してますね。よいしょ。あ、行っちゃった。後ろに行ったものを食べに行きましたね、しっかり。まあ、こんな感じでね、ご飯は食べるし、食欲もあるし、うんちもするしで健康ではいますね。脱皮もすごいするんで。なんでね、ただ慣れないっていう感じですね。まあね、手の上に乗せようとするとね、すごい暴れたりもするんですけど、手の上に一回乗せればね、落ち着いてくれるんですよ。はい、こんな感じでね、今ね、手の上に乗ってもらってるんですけど、こんな感じで手の上に乗ったら乗ったらね、おとなしくはしてくれるんですよ。すごい今ね、脱皮の殻がね、下に落ちてってるんですけど、よいしょ。こんな感じで威嚇とかもしないし、結構ね、まったりね、過ごしてはくれますね。よいしょ。まあね、これでね、いつもね、全然、暴れたりすることはないんで、多分ケージの中にいるときだけ出されるときとか、まあ水、霧吹きをするときなんかも結構ビビっちゃうんで、ケージの中に入ってくるものをビビるような感じですね、トトは。まあただね、すごいね、可愛らしいんですよ、やっぱり。ご飯食べるときとかも、結構ね、見た目にね、フトアゴとは違った魅力があるんで。ねえ。ん?まあ、あとはね、他のね、襟巻きと比べて、この子はまだね、目になんかね、優しさを感じる目をしてるんで、鋭いっていうよりかは優しさを感じる目をしてるんでね。自分はそれがね、この子のお気に入りですね。よいしょ。映るかな?この子もちょっとね、ん?みたいな顔してるのがいいですね。はい。まあ、襟巻きを広げるのは本当にだから、たまにピンセットとか見てもね、広げるんですけど、まあ、徐々にね、慣れてくれるとね、信じたいですね。大きくなっていくにつれて。ねえ。持ってあげるときはね、全然こんな感じでもうね、怒ったりもしないしなんで、まあどうなんですかね。ケージの中にいる時の方がびっくりしちゃうんで、まあでもね、これからだと思います。この子は全然まだまだ生まれて間もないんでね、多分。まあ今はもう3ヶ月経ってますけど、まあ入ってきた時は本当にね、1ヶ月経ってるか経ってないかぐらいのね、見た目の大きさだったんで、まあね、これからもね、全然まだまだ、今ね、体長が28センチで、体重もね、45キロだったらすごい大きい。45グラムなんでね。まあね、まだ本当に本当にベビーなんで、まあね、これからご飯をたくさんね、食べてね、成長してもらおうと思います。その過程でね、慣れてきてくれたら嬉しいなって感じで、まあ、慣れなかったら慣れなかったでもいいです。でね、よいしょ。この子は結構ね、おっと。こんな感じでギュッてするのが好きな子なんですよ。まあ、すごい可愛らしいんですよね。こっちから見ても。こんな感じでね、指をギュッてするんですよ。それがね、やっぱりね、樹状性だからっていうのもあるんですけど、すごいね、可愛いですね。はい。まあ、今回はね、こんな感じでね、エリマキトカゲのトトがね、まあ、まだまだ全然慣れないよっていう動画なんですけど、まあ、手に乗せるときはね、慣れない子でもね、こんな感じでね、ハンドリングはできますね。すごいね、顔をね、かしげたりしてますね。首をかしげたり。まあ、この子もご飯は食べてくれるし、脱皮もするしなんで、健康なんでいいんですけどね。まあね、ぜひ慣れてほしいですね、これから。まあ、ちょっとずつね、手には慣れてもらえればいいなって思います。こんな感じでね、何回も何回もハンドリングするっていうよりかは、一回を長くしてあげた方がね、慣れてくれると信じてるんで。でーん。まあ、エリマキトカゲこんな感じでね、ベビーの頃はすごいちっちゃくて可愛いんで、皆さんもね、ぜひね、ちょっとね、
候補に入れてみてはどうでしょうか。フトアゴ飼ってる人とか。すごいね、飼いやすさはある、飼いやすいのかな。まあ霧吹きしたり、あとはね、高めのね、形状をね、持ってる方なら多分飼育はできると思います。はい、今回はね、こんな感じでエリマキトカゲのトトのね、動画でした。本当にね、動かないんですよね、手で持つと。まあね、この子も成長ね、どんどん見届けてほしいなってみんなでね、思いますね。それじゃあね、もしよかったらね、チャンネル登録と高評価もね、お願いします。また次のね、動画でお会いしましょう。バイバーイ。ディン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 。